俺、農家になります。皆様こんにちは。俺の第3話、俺、ブロッコリーを植えます。約2ヶ月育てた苗を畑に植える定植を行いました。苗たちは大自然の中でたくましく育っていくことになります。それでは苗を畑に植えてくれる機械のご紹介です。こちらはベジータキット。こちらの機械を使うことにより多くの方が腰痛から解放されてきました。俺、農家になります。苗を実際に畑に植えていく過程が始まりました。まず最初に畑の中にマルチシートを貼っていきます。この黒い布がマルチシートです。マルチシートを貼ることで雑草が生えてきづらくなったり、また雨の日に土が削られることなどを防いでくれます。また温度が上がることによって苗が成長しやすいなどの側面もございます。今回はトラクターの後ろにマルチャーという装置をくっつけ、マルチの貼り付けを行っています。余談ですが、畑の中をまっすぐ走ることはとても難しいです。さあ、マルチが貼り終わったらいよいよ苗の植え付けを行っていきます。へっぴり腰です。ベテラン農家と若手農家、お互いのプライドがぶつかり合います。ソケットの中に苗を入れると回転しながらそれを植え付けていきます。機械の下側をご覧ください。ニョキニョキとたまにアームが出てきているのがわかります。この作業は基本的には2人で行うことが前提となっています。1人が機械の移動方向、1人が苗を次々にポットの中に入れていきます。一度頭がパニクってしまうとなかなかてんやわんやになってしまうのがこの作業の恐ろしいところです。この作業を往復して行い、1つのマルチシートに2列ずつブロッコリーを植えました。なんとなくいつも帰りの方が上手にできている気がします。俺、農家になります。頑張って植えた苗たちはこのような形になります。比較的まっすぐできていますね。これは非常に高得点です。苗を植え付け終わったら最後にパオパオというシートを設置していきます。春になって暖かくなってきたものの、まだ寒い日とか、あと霜が降りる日なんかがありますので、そういった寒さから苗を守るためにこのパオパオを敷いていきます。ちなみにこのパオパオシートはですね、風が強いととんでもなく流されますので、天気予報は事前に確認してある程度目星をつけてやることをお勧めします。パオパオシートを敷いた後は、側方横側にですね、土を持ってこのシートが飛ばされないようにしていきます。農家になります。今日の成果です。なかなか頑張りました。ベジータもお疲れでしたね。ブロッコリーとキャベツを今日は植えましたよ。ちょっと最後若干曲がっちゃったかな。ちょっと下手くそでしたね。いやー、でも頑張った。はい、今回は育てた苗を実際に畑に植える工程を、ご説明させていただきました。今回はですね、このスコップで掘ってっていう工程が、非常にですね大変だったというのと、あとベジータ使うときにすっごくこう腰を低くしてやっていたものですから、とてもですね、腰痛ー俺、農家になれるかな。